はい、皆さんこんにちは、いつもリトプリ TV をご覧いただきありがとうございます。西田コーチ、はい、今日はあれですか、またあのお悩み相談室に相談がね、あったとは来ました。はい、どのような感じでしょう。初級と基礎の方から結構多いんですけど、はい、トスアップ、サーブの時のトスアップがうまく上がらないっていう、ね、はい、方が結構いらっしゃるんですよ。あ、ぜひここちょっと長谷川コーチに、はいはい、あのご教授いただければと思います。なるほど、そんな相談かなと思ってボール持ってました。ありがとうございます今日はサーブのトスアップ、あれですね、我々よくレッスンしてて、サーブやった時にトスがうまく上がらないんだっていう方かなり多く、いらっしゃると思います。まあ、そこでちょっとポイントというのをちょっとお伝えしたいと思います。ちょっと私が考えているポイントというのは、できればですね、この手首ですね、手首と肘、これをですね、あんまり使わないようにして、まあ、肩を支点に上げるようにしてます。支点が肩ですね。なるべく言ったらちょっと私は棒のようなイメージで、これあんまり使わないと結構うまく上がらない。そこ手先使っちゃったり、肘使いすぎてこれボールが変なとこ上がったりしやすくなるんで、なるべくここは使わないようにして、しかも腕もゆっくり一本の棒のようにして上げると。そうするとですね、そこまで使うところが少なくなるんで、ボールの乱れが、少なくなるというポイントが、ございます。あとはちょっと今立ってはできないんですけど、あとはトスのこの腕の動きの動作、それをなるべく一定に、あんまりこう動きすぎたり逆に動きすぎなかったりってなっちゃうと前に行っちゃったり後ろ行っちゃったりするんで、まあ、その辺のこの移動の腕の移動のポイント、まあ、大体出して、大体私は前のもものあたりから上げてボールを打っていくような感じになります。あとはもう一個、トスうまく上げるポイントとしては、狙ってあげます。まあ、こう最初相手の狙うところを見て、サービスボックスどこを狙うのかっていうのを見て、それから準備入っていくわけですけども、トス上げるとき若干首上げちゃうっていうよりは、目でちょっとこう上げる場所を見といて、そこに投げてあげるようなイメージにしてあげると狙いが定められるんで、ただパッてこう上げちゃうっていうよりは、実際はちょっと目を少し上に向けてそこに投げてあげること、そこを意識して狙ってあげることによってサーブがこう打ちやすくなるし、トスもこう安定するんで、まあ、形だけ覚えてもまあそれなりに安定はすると思うんですけど、トスもしっかり狙うってことがすごい大事なんで、どこに上げていくのかってことを意識しながら目で狙いを定めてあげると、もう目安がありますから、そこにあとはラケットを振っていくという形になりますんで、まあ、そこのこの体の使い方ですね、腕のこの使い方と、あとは狙うと、結構ここがしっかりできることによって安定したトスアップにつながりますんで、安定したトスアップが身につくことによって安定したスイング、そして安定した、サーブの確率よりいいサーブになってくると思うんで、まあ、そこら辺をちょっと参考にしていただければと思います。いかがですか、西田コーチ。素晴らしいですね。やっぱりこう基本のやっぱトスアップ、はいはい、大事ですね、はい、トス上げるときに、例えば肩甲骨のあたりとか、そういう肩の後ろあたりとかは意識したりとかしますか。私自身はしません。もう完全にここだけ意識して、もうこれをもう棒のように使うと、もうそれだけの意識で、もうあくまで肩を支点に上げるよしか意識してないですね。なるほど、あくまでやっぱ肩を支点に、そう、はい、ここがポイントです。上げていくと、はいはいはい、で目線をちゃんと狙うところに、ね、そうですね、向けて、はい、狙ったところに上げていけば上がりやすくなってくるんで、はい、そこまでブレはないと思います。なるほど、はい、こうトスを上げた後の手のひらの向きってどういうふうにしてますか。手のひらはちょっと上に向けますかね。なるほど、はい、これ打ちに行くときも上に向けた状態、上に向けてますね。こういうこのような状態で向けて畳んできて打点を迎えるような感じですかね。なるほど、はいはい、ちょっともう一度ですか。上げて、うん、上げてこの状態から、この形ですね、こっから入れ替えて左手が曲がってきて打点を迎えるとか、ね、なるほど、はい、やっぱこう手のひらを相手方向に返すよりは自分の方向に向いてる方が、そうですね、バランスを私は保ちやすいですね、やっぱりね。なるほど、こう向いちゃってこう体がクッてなっちゃうんじゃなくて、はい、残りやすいんで、しっかり壁ができるんでパワーもたまるし、タイミングよく打点を迎えることができるというふうに感じます。ありがとうございます。じゃあ左手をこう残す何かコツ、結構ね早く下がっちゃう方も結構いらっしゃるんですけど、何か左手を上げた、ままにしとくというか、そういうコツって何かあったりしますか。
まあコツというか、まあ、左手の、まあ、能力を開発するというか、よくこう何でしょう、左手例えば、まあ、別にサーブとのトスとは関係ないですけど、ボールついたりとか、結構普段右手ばっかり使って、右手にはすごい意識が行きやすいけど、結構左手ってこう力がうまく入らなかったりするんで、よくジュニアの育成のチームなんかはこうお手玉したりとかして、左手の能力を開発させたりして、トスアップをこうまくしたり、逆にこのトロフィーポーズを、しかもこの壁が崩れないようにっていう形で左手の能力を開発したりとか、そういう、形で、やってるスクールはありますね、はい、私もそれを使ったことがあります。あとはもう一個はもう完全にここの壁を意識すると、意識すると結構ガッとここしっかりってこう壁を一本の線を意識すると残りやすい、私がそうやって意識して、サーブ良くなったなって記憶があります。なるほど、しっかり一本のライン、よく長谷川コーチが言うバランスですね。そうですね、これ大事ですね。なるほど、お手玉とかもね、面白いですね。はいはいはい、はい、面白いと思います、はい、結構本当に強いところはもうすごい上手くやってますね、はい、私も以前にいたスクールの育成の子はもうポン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 、すごいすごいなって思うぐらいできてましたから。はい、なるほど、ちょっと長谷川コーチ、今度、この動画も上げてもらえますか。その動画はね一番苦手分野なんですね。はい、でもこれね、やった方が絶対いいですね。はい、なるほど、はい、能力が開発されます。ありがとうございます。じゃあ今度お手本動画をぜひ。そうですね、他のコーチに依頼したいと思います、はい、ちょっとお楽しみにお待ちください。はい、はい、じゃあ今日は、はい、トスアップの、はい、やり方、はい、教えていただきありがとうございました。こちらこそご視聴ありがとうございました。